え、なんかもらいました。持ってきた水にも。マイスターゴルフ。ステイハイドレートします。マイステイゴー。ちょっとパウダーの出が悪い。はい、私は今日一日これで乗り切ります。はい。ステイハイドレート。じゃあ何度見て。グレープだ。うん。甘。なんかレモンだと思って飲んだからちょっと辛かった。今んとこないっすね。ないね。すげえ。Can I try it? Yeah. Here, step in and try this one. First ever portable stroke reader that gives the immediate visual feedback. What is this? Yeah, so it gives you immediate visual feedback so you can see exactly the pathway of your stroke. ストロークがわかるんだ。Yeah. すげえ。Does it have to be like inside? Yes, it cannot work outside. Yeah. So it has to be inside, so... And then, this like, is really good with like a sim, in the simulators, uh-huh. you know, like golf simulators, yeah, yeah, yeah. in the basement, in the office, anywhere, but outside. Okay. So, does it have to be like dark? It, you know, if you're, like, you can see here, this is very bright lights, and uh-huh. it works in here, but it gets a little dimmer, you see? Okay, okay. It works better like this, mm-hmm. but it does work, and this is very bright, so mm-hmm. it works well. Oh, okay. It's just when you're in the sunlight, it doesn't work, because this is a glow in the dark product. Yeah. らしいです。 3D フルアライメント。 ゼロポイントアライメント。 あ、 やってみて。 あ、 あれだ、キャラウェイのあれみたいにボールがあるんだ。 真ん中に、ほら。 で、こうなってたら。 あ、 そういうこと？ うん、ほら。 わかるんだ。 ボールが見えるように。 そう。 どうやって？真ん中にさ、ボールがあるじゃん、うん、だからボールが完全に見えるようにする。おお。これ練習器具？ How are you doing? You wanna try it? Yeah, I wanna try it. Yeah. なんかアライメントみたいになってて、ベースとかも見えるけど、そう、多分あれじゃない？あのアライメントのミラーのやつ、ミラーじゃなくて、あ、なるほどね。いつもこのプレートみたいなやつがあって、あ、これ頭いいみたいな感じ。なるほどね。いや、いいけど、うん、いいけど次あ、もうどんどんいかんと、はい。あ、手元もできるんだ。うん、これ持って帰れなくね。無理だね。でかい。パンフレットだけもらうとか。見てます。はい、次。まあ、まだ来てないところもありますね。はい。はい。なんだこれ。あ、あ、なんか。あ、ボールをきれいにするやつだ。こうなんかあれしたやつを。じゃあはい、見てみる。カートパスヒットしてジジジジってなったやつを。あ、きれいにするよみたいな。スカフト。See that? あ、いや。You take them. And then you play. It saves $5. これできれいになるんだ。きれいになるみたい。ティーもありました。グローブ。これはグローブ。ここら辺はなんか小物ゾーンもある。ちっちゃいブース。どうですか？ あまりなんかカットするものがないです。What is this for? Well, let's say you do your body, you forget your stick on the floor. Ah, it's like an air tag. Yeah, exactly. So when you get back, that you don't hit. なるほど。Thank you. 忘れ物防止の。そんなの考えるの。
いいねってなるわけだね、はい、忘れちゃうよっつって。ニュープロダクトゾーンだって。こっちが新しいニュープロダクトがあるゾーンになります。じゃあちょっといただきます。なんかいいのないかな。すごい、なんかもう斬新なのみんな考えるよね。クラブ忘れちゃうから、クラブ忘れ、テックテックテックあります。え、何これ、イヤホンも出しました。イヤホンで何聞くの距離を。Thank you。 すごっ。次はあれかな。オッケー、待ってますよ。シュンさん、シュン君。あ、なんかこれとかはアライメントのやつかな。お、すげえ。なんだろう。あ、センターにボールが構えられない人用だ。私や。これいいや。これいいね。簡単に取り外しできるし。そうそうそう。センターに構えられない人用の。なんか俺が持ってるのはさ、テープでくっつけるタイプだった。確かに邪魔だもん、ね。これはいい。いい練習器具かも。ああ、これだね。ボール置くやつ。ボールを置く機械も新しくなりました。ああ、スピーカー。ポンってマグネットだったね。携帯にくっつけるやつだ。こうやって。あるね。オッケー。次、ブレイキングボール。またなんかグローブもあるよ、これ。チルーグリップ、あ、グリップが正しくね、握る。なんだこのボール、穴開いてる。曲がるんじゃん、ボールは。ブレイキングボールズ、あ、そういうこと。あ、重心が違う。あ、そういうことか。曲げますって。うーん、なんだろう。あ、エナジープロ、めっちゃ欲しい、これ。エナジーチューだ。人参とかが入ってる、高麗人参的なやつ。買えないの、これは。気になってる。スローププレート、ワイゴルフ。あとで行こう。はい、これはスローライン構えるっていう。あ、俺これ欲しい。あ、そう、これ買いたかったわ。これ買おう、買って帰ろう。コースで全部これやるってこと。そう、これ欲しかったと。クラブレスターもね。クラブレスター。あ、クラブレスター。あ、そういうことね。あ、クラブを立てるやつも新しく開発してしまいました。はい。まあ、あの、この新しいグローブの握り方のやつ。このパターンもあるよ。どうなるこれ。あ、PGA 賞ブース1092。はい。結局ブース行かないとダメなんだ。そうそうそう、新しいの、まあ、この車もね、新しくできましたみたいな。あ、いいね、カスタマイズできますみたいな。興味がある方はぜひ。あ、ボールも取れるやつ。めんどくさがりですね、アメリカ人は。あ、バズーカも新しいのか。これ編集大変だな、めっちゃカットすんの。まあゴルフ好きにはたまらんのかな。すごいね、でもこのでかさが全然日本より、うん、もう結構飽きてきたけど。うえー、しんどい。ほら、もう見た見ない問題が出てくる。これしょうがなくね。どこ行くの、もう。もう見てかんと、流れに乗っちゃってるよ、うちら。あれ気になる、ちょっと待って、サイン作れるの。サイン作れるやつです。看板を作れるやつです。あ、看板か、これね。はい、このそういうことね、うん、すごい、ショコタがめっちゃ元気。どん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 先に行ってるもん。こんなことあるよ、ない。皆さんでユニバの姿を見せてあげたい。引きずって私は歩いてたのに。何、なんでもないよ。
うわすごい袋のお店まである。へえ、あこういうところで作ってんのか、こういう袋のデザインをね。これはイージーアメリカ、イージーオブアメリカのゾーンです。何なのかはわからない。何このゾーンは、ヒストリーとかを語ってる感じ。ヒストリー興味ないでしょとか、なんかこういう風な活動してるよ的な。 I don't know。 やばいやばい、広すぎて、これ一回迷子になったらマジでやばそう。もう全部出してるもん。え、これとかもかわいい、ゴルフって書いてある。これいいじゃんね。あ、なんかこれ洋服ゾーンだ、うん、ウェアゾーン来た。ウェアゾーンすごい違うの地図あるけどこれ見にくこれで地図ありますけどもうわからない、わからない、もう全部ちっちゃい、もう家家みたいになってる。住宅地、住宅地、住宅街を疲れちゃいました。もう、はい、早くね。結構出すのどれぐらいかかるんだろう、この1ブース50枚じゃ済むし、多分。やっぱそんなすんのかな。ゴルフフェアで一番安いので、ね、うん、40万くらい。高い。壁が、壁掛けんところで。みんな ここにお金かけて、なんかもうすごいもんな。